ゆーたの初単独 CM がついに解禁。響比ケアパッドで見せる新たな魅力にファン歓喜。ガン・ユータ、29歳誕生日プレゼントはまさかの CM 出演。響比ケアパッドで冬を美しく。ガン・ユータがナンバーアンダーライン愛のメンバーとして初めて単独で CM に出演するというニュースは、ファンにとって非常に感動的な瞬間となりました。今回の CM 出演は、 彼が音楽活動以外での初の成功を収めた証であり、多くのファンにとって、騎士がその才能を新たな舞台で発揮する姿を目にする貴重な機会となります。彼が選ばれた商品、ヒビケアパッドは、テレビのケアに特化した商品であり、特に冬の季節に多くの人々が苦しむ指先のひび割れや乾燥に効果的とされています。この選出は、彼の綺麗なテレビがこの商品のイメージにぴったりであるという理由からで、 彼の手の美しさは以前から多くのファンやメディアでも話題になっていました。岸はこれまで多くの音楽活動を通じてファンを魅了してきましたが、今回の CM 出演は彼の新たな一面を引き出すきっかけとなり、今後のさらなる活動にも期待が高まります。岸優太の29歳の誕生日に合わせてこの CM のニュースが発表されたことは、彼のファンにとってまさに最高のプレゼントといえるでしょう。彼はデビューからこれまで、 常に誠実で努力家として知られており、その人柄と才能が今回の CM 起用に大きく反映されています。SNS 上では、岸くんの初単独 CM、本当に待っていたという喜びの声があふれ、多くのファンが感動の涙を流したことを明かしています。また、この CM で岸が、万全に冬を迎えましょう。ハピネスというフレーズを口にしたことも、ファンにとって特別な意味を持ちました。 彼の独特な言葉遣いや、元気で明るい性格がそのまま反映されたこの言葉は、すぐにファンの間で広まり、SNS で何度もシェアされるなど、大きな反響を呼びました。騎士が単独で出演するこの CM は、彼の手の美しさを存分に生かした内容であり、商品とのマッチングが非常に良好です。特に、彼が手入れの行き届いた指を持っていることは、多くのファンの間でも有名であり、 ファンたちは彼のテレビが CM でどのように映されるかを心待ちにしています。これまで音楽やパフォーマンスに焦点が当てられてきた騎士ですが、今回の CM ではその魅力が新たな形で表現され、彼のキャリアにとって新しい一歩となることでしょう。また、この CM が放映されることで、彼の知名度がさらに広がり、今後多くの企業が彼に注目し、新たなコラボレーションが実現する可能性も高まっています。このように、 岸優太の今回の CM 出演は、彼自身にとっても、彼のファンにとっても非常に大きな意味を持つ出来事です。岸は以前から、何事にも全力で取り組むという姿勢を貫いており、その努力が実を結んだ瞬間とも言えます。ファンたちは彼が音楽だけでなく、様々な分野で活躍することを心から願っており、今回の CM 出演がその第一歩となることに大いに期待しています。 彼の手の美しさや誠実さは、商品と絶妙にマッチしており、彼のキャラクターが存分に生かされたキャンペーンとなっているのです。この、日々ケアパッドは、冬場の乾燥やひび割れに悩む多くの人々にとって、必要不可欠なアイテムです。特に、冬場の水仕事や寒さによる手のダメージを防ぐために、多くの人がこの商品に注目しています。岸優太がこの商品の顔となることで、 より多くの人々が商品を手に取ることになるでしょう。彼のファンだけでなく、彼をまだ知らない多くの人々にも彼の魅力が伝わり、商品への信頼感が高まることは間違いありません。CM の内容自体も、彼の優しい性格や穏やかな雰囲気を反映したものであり、視聴者に安心感を与えると同時に、商品の魅力を効果的に伝える仕上がりとなっています。さらに、この CM の撮影に際して、 キシは自身の手のケアにも一層の気を使い、商品のコンセプトに完全にフィットする姿を披露しました。彼は普段から自身の手入れに気を配っており、それが今回の CM でもしっかりと映し出されています。彼の手指がどのようにケアされているのか、ファンたちはその秘密に興味津々であり、今後彼が手入れに使っているアイテムや方法についても関心が高まるでしょう。また、この CM をきっかけに、 彼がさらなる美容や健康に関する商品やサービスの広告等となる可能性も十分にあります。彼の美しい定ビや誠実な性格は、他の様々なブランドとも親和性が高く、今後の展開に期待が寄せられています。岸優太の魅力は、その見た目の美しさだけでなく、彼の持つ内面的な誠実さや努力家としての姿勢にもあります。今回の CM 出演は、彼がこれまで培ってきたファンとの絆や、 音楽活動を通じて築いてきた信頼関係が大きく影響しているといえるでしょう。彼のファンは、ただ単に彼の音楽やパフォーマンスを支持しているだけでなく、彼の人間性やその努力に共感しているのです。これが、彼のファン層が非常に強固であり、今回のような CM 出演が発表されるとすぐに SNS で広まり、大きな反響を呼ぶ理由の一つとなっています。今回の CM が放映されることで、 キシユタの新たな魅力がさらに多くの人々に伝わり、彼のキャリアはさらに広がっていくことでしょう。彼のファンたちはもちろん、まだ彼を知らない多くの視聴者にも彼の魅力が伝わり、今後彼が様々な分野で活躍することが期待されています。彼は音楽活動においても、常に新しい挑戦を続けており、今回の CM 出演はその延長線上にあると言えます。 彼の今後の活動に対する期待がますます高まる中で、彼が次にどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、多くの人が楽しみにしていることでしょう。また、岸優太が CM に出演するという事実は、彼が個々のタレントとしても非常に高く評価されていることを示しています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーとしての活動だけでなく、彼自身のブランド力が今後さらに強化されることで、 彼のソロ活動の機会が増えることも予想されます。彼の今回の CM 出演が成功すれば、さらに多くの企業やブランドが彼に注目し、彼を起用することで、彼のキャリアは一層飛躍していくことが期待されます。岸優太の CM 出演は、ファンだけでなく彼自身にとっても大きな転機となるでしょう。彼はこれまで、グループ活動を中心にキャリアを築いてきましたが、今回の CM 出演は、 ソロ活動における新たな一歩として重要な位置を占めています彼が単独で CM に出演するということは彼自身の個性や魅力が単独で評価され商品やブランドとの親和性が高いと認められたことを示していますこの成功がさらに他の分野にも波及しドラマ、映画、舞台、さらにはその他の広告やイベントなど様々なメディアで彼が活躍する可能性が広がります この CM の撮影に向けて、騎士は以前から積み重ねてきた自分自身の努力を存分に発揮したとされています。彼のテレの美しさや清潔感のあるルックスはもちろん、彼の誠実さや優しさがこの CM に深く反映されています。騎士はファンやスタッフに対しても常に感謝の気持ちを忘れず、どんなに忙しい時でも真摯な姿勢を崩しません。そうした彼の人間性が、今回の、 キャラクターとしての選出にも大きく影響したといえるでしょう。一方、ファンにとっては、岸優太がこうした個々の仕事をこなしていく姿を見ることは、彼との絆を深める機会となっています。ファンは常に彼を支え、彼が新しい挑戦をするたびに、SNS やコミュニティを通じてその感動を共有し合います。特に今回の CM では、彼のハピネス、 というフフレーズが一瞬にししてファンの間で流行し多くのファンがこの言葉を使って彼への祝福メッセージを投稿しています。こうしたファンの応援は彼にとって大きな力となりさらなる挑戦へと彼を駆り立てる原動力となるでしょう。さらにこの CM 出演によって岸優太の新しい側面がより多くの人々に知られることになり彼のファン層がさらに広がることが期待されています。 これまで彼の音楽活動に魅了されてきたファンだけでなく、CM を通じて彼の存在を初めて知る人々も、彼の魅力に引き寄せられることでしょう。彼の穏やかで親しみやすい人柄は、多くの人にとって安心感を与える存在であり、今回のような生活用品の CM において、そのキャラクターが一層強調されています。こうした彼の人間性が、ファンだけでなく一般の視聴者にも共感を呼び、 彼の人気はさらに高まるこ,とが予想されますこの CM はまた企業にとっても非常に効果的なマーケティング戦略となります。ガン・ユータの持つ好感度や信頼感は商品に対する消費者の関心を引き寄せる大きな力となります。特に日比ケアパッドのように日常生活で使う製品においては使用者が安心して手に取るための信頼感が重要です。騎士の誠実で真面目なイメージは まさにこの商品に求められる要素を体現しており、視聴者は彼が宣伝する商品に対して自然と好感を抱くでしょう。こうした企業とのパートナーシップは、岸自身のキャリアにもプラスの影響を与え、彼が今後も多くのブランドからのオファーを受けることにつながるでしょう。CM 業界においても、岸優太のような誠実で魅力的な人物を起用することは、企業にとって非常に大きなメリットがあります。 彼のファン層は非常に忠実であり、彼が出演する商品やサービスには必ずと言っていいほど関心を持ち、それを支持する傾向があります。これは、企業にとっては非常に重要なポイントであり、彼を起用することで商品やブランドの認知度が飛躍的に向上することが期待できるのです。このように、岸優太の CM 出演は、彼にとっても、彼のファンにとっても、そして企業にとっても非常に大きな意味を持つものです。 彼の今後のさらなる活躍が楽しみであり彼がどのような新しい挑戦を続けていくのか多くの人が注目しています。